オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、吉本美恵です。この度、真矢美希さん主演のドラマ「さくらの親子丼」に二宮あざみ役として出演させていただきます。朝の番組と、そして昼からはドラマと、この秋は本当に自分にとって、充実したあの走りになっております。たくさんの方に見ていただきたいので、あのお一人お一人のお口添えよろしくお願いいたします。真矢美希さんです。ありがとうございました。二宮あざみ役を演じさせていただいております。ご紹介していただいたように、今回あの不良役をやらせていただくにあたって、ご覧の通り金髪に染めました。あの真矢さんおっしゃったように、一人でも多くの方に見ていただきたいなと思います。今日はよろしくお願いします。吉本美恵さんです。ありがとうございました。私はですね、やっぱり今欲張らずに、ちょっと今新しい段階に、まだ行ける段階じゃなくて、勉強もあと、芝居も本職の方のなので、深めていきたいと思っています。あの両方、やっぱり私の職は人の人生をやらせていただくことだから、数多くの人の生き方、生き様、歴史見ることっていうのなので、大変私の中でもっともっと深く勉強したいっていう思いになりました。非常に真面目なこと言ってますけど、それぐらい不器用なので、はい、コツコツと頑張りたいと思ってます。ありがとうございます。とにかく温かいものが皆さんの心と、体に流れてくださればいいなと思って、みんなで全力を尽くしておりますので、深夜11時40分からですけども、さくらの親子丼で温かい週末をと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。真矢美希さんの思いが伝わってくるような気がしてございます。ドラマを楽しみにしております。真矢美希さんが演じられる九十九さくらと、さくらの元を訪れる行き場を失った人たちとの交流を通して、それぞれが抱える人間ドラマだったりとか、あと前を向いて生きていくことの大切さを描いた作品になっております。私が演じる二宮あざみもそこを訪れる一人なんですけど、二宮あざみは、孤独に生きている女の子で、でも毎日一生懸命生きているような女の子になっています。世の中で言うと不良と、一括りにされるような女の子なんですけど、人間一人一人全然全く違うので、あざみの感情だったりとか、あざみの、仲間でリエって女の子がいるんですけど、同じ事務所の柳美希ちゃんが演じるんですけど、同じ不良と呼ばれる中にも本当違うし、本当に一人一人違う感情を持って過ごしていて、いろんな葛藤を持って生きているので、そこもしっかりと見ていただきたいなと思います。この作品はですね、作家さんとプロデューサーさん、そして監督が本当に壁に当たってる方だったりとか、苦しんでる方に取材しに行って作られた脚本だったり作品だったりするんですね。なので本当に出てくる言葉とかセリフとかがすごくリアルなんです。で、私たちもその思いを受け取って表現する側として本当にいつも以上にあざみのバックグラウンドを作ってたりとかしています。本当にみんな一生懸命作ってます。すごく鋭くて深くて
冷たい言葉とかも出てくるんですけど、でもそれが逆に本当にリアルだったりするので、見てくださる方の心に深く刺さるんじゃないかなと思います。ただ刺さるだけじゃなくて、背中を押せるようなあったかい言葉、そしてあったかい桜さんが作ってくれる親子丼も出てきます。いろんな方の背中をちょっとでも押すことができるように、私たちも最後まで頑張って作品を作っていきたいと思いますので、ぜひ見てください。ドラマ「さくらの親子丼」は東海テレビ、フジテレビ系列にて毎週土曜23時40分から放送です。ぜひご覧ください。以上、吉本美優でした。